皆さんこんにちは、フォルテアのお時間です。速報です。フォルテさんが3万人突破、そして100万再生を突破したようです。先日フォルテさんにインタビューをしてきましたので、その様子を流したいと思います。今からあの人気 YouTuber 僕フォルテさんに突撃インタビューをしていきたいと思います。イエーイ。個人的にも応援しているので超絶楽しみです。ただ曲は取っていないので怖いですが、彼ならきっと許してくれると信じてます。では早速この素敵な音色が聞こえる部屋へ入っていきたいと思います。コーヒーは？あ、いらないです。プロテインは？いらないです。バニラは？大丈夫です。プロテイン大丈夫よ。いらない。プロテイン作ってくる。3万人突破したフォルテさんへ突撃インタビュー調査をしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。早速ですがインタビューさせていただいてもよろしいですか？はい、もちろん。では3万人突破したということなんですが、はい、今のお気持ちを表すと？今の気持ちを表すと、率直に言いますと、まあ、感謝。サンキュー。ありがとうございます。はい、では、100万再生されたあの超絶技巧パフォーマンス、はい、あれはどう思いになられますか？まあ、正直再生はされると思ってました。しかし、こんなに早くも100万再生が突破するなんて思っていませんでした。っていうのも、まあ、あの動画を投稿したのは大体1ヶ月前なんですけども、うんうん、1ヶ月前くらいまでは、正直300人とかしかいなかったので、 YouTube 投稿、あ、そうなんですか？人数自体が、登録者数が、うんうん、ですので、この1ヶ月でいきなり2万人、いや3万人までいきなり駆け上がっていったので、うんうん、正直全く予想はしてなかったんですよ。だから正直まあびっくり、うん、あ、ではあの動画をきっかけに登録者が急激に増えたということですかね？まあ厳密に言うと、その前に僕があのタンクトップでこのマッチョが引いてきますっていう動画を出して、それが少しバズって、その後にその超絶技巧パフォーマンスを2人のやつを乗っけたら、それがまたうまくバズって100万再生まで駆け上がっていったので、うん、まあちょっといいかったかなと、良かったかなと思いまっちゃう。では率直な疑問なんですが、はい、なぜまず YouTube を始めたんですか？まあ元々が目立ちたがり屋だったので、まあ、YouTuber になりたかったっていうのもありますし、まあ、芸人になりたかったっていうのもありますし、あのやっぱプロタンが好きだったので、プロタンを憧れてやり始めましたね。まあ、でもそのやっぱ YouTube で人気になれば演奏家も開けるんじゃないかっていうのがやっぱ理由もありますので、さまざまな要因が重なりました。今後コラボしたい YouTuber さんはいますかね？まあプロタンさんだったり、磯田レイさんだったり、サナエさんだったり、ポケットウィズさんだったり、カティンさんだったり、まあ、あの音楽界の YouTuber 全ての方とか、あとは筋肉界の YouTuber 全ての方と、まあ、まあ、欲を言えばヒカキンさんまでコラボしたいなとか思ってまっちょ。夢が大きいですね。はい、夢だけは大きいんです。はい。で今後何か、そうですね、 YouTube 活動以外で活動される予定などはございますか？はい、そうですね、ジムに行って筋肉トレーニング活動をしようかなとは思っております。それだけですか？はい。演奏会、今後の活動、YouTube 以外の活動に関してなんですけども、今、やっぱりこの1年はひたすら YouTube を伸ばすべきだと考えております。今、こうやってグーンいってるので、どう考えてもこれを伸ばしたいなっていうのが自分の中でやっぱ出てきました。ということで、今はひたすら YouTube 活動に専念します。そして演奏会の仕事に関してなんですけども、僕のその自分のポリシーとして演奏会は必ず、まずはどっかに出演じゃなくて開きたいっていうのがあるので、自分が開けるようになるまでちょっと待っていただきたいなと思います。そのためにはちょっと僕の腕をもうちょっと上げないといけないと思うので、
ちょっともう少しだけピアノ練習させてください。でですね、MC などの仕事とかは、いただけて、その、条件によっては受けさせていただこうかなと思っています。っていうのも僕がもともとコメディアンピアニストを目指してますので、トークのお仕事の勉強としてもやりたいですし、そういう経歴も欲しいので、皆さんぜひぜひご協力ください。で、ですね、結構来るのはレッスンのお仕事だったり、あと作曲された曲をこれを演奏してくださいとか、結構いろんな編曲とかいろんな来るんですけども、今ちょっと誰かを先に出してしまうとやっぱ平等とか今お断りした人とかのこともあるので、ちょっと今は全然そういう仕事は受け入れてないんですけども、コラボとかのその仕事とかは相談によって条件などで受けていこうかなと思っているので、皆さんビシバシありましたお願いします。あ、テレビの方、僕を出演させてください。雑誌もメディアとかガンガン出てくるので、皆さん今後ともお願いしまっちゃ。では次にフォルテ様の印象を街頭インタビューしてまいりましたので、はい、一緒に映像をご覧ください。あ、マジですか。はい、わかりました。はい、プロテイン飲んでもいいですか。はい、どうぞ。すいません。あ、はい、突撃フォルテアなんですが、インタビューよろしいですか。はい、今 YouTube で話題の、はい、僕フォルテという方知っていますか。はい、知ってます。ミスターフォルテですよね。はいはい、そうですね。あのピアノをタンクトップで弾くっていうのが、あの異常なメンタルの人ですよね。ああ、そう、私も彼のメンタルは見習っているんですが、はい、応援できると思いますかね。そうですね、やっぱり人生をかけて自分の集大を晒してる様子、あんなのは普通の人にはできないので、やっぱり人ってカッコつけようと思うんですけども、フォルテ君の場合だと全くカッコつける様子がなくて、もう人生失敗も全て捧げ見せるって言ってたので、あの勇気かなと。みんなが視聴者としては、僕は視聴者なんで思うんですけども、やっぱ失敗する様子が見たいと思うので、早く失敗してほしいですね。なるほど。はい、だからそれの様子も全て見せてくれてたので、どのようにフォルテ君が頭を悩ますのか見たいですね。ほう、同じ男性としても応援したいということですね。そうですね、面白いので、あとキャラもいいので、うん、ああ、そうですね、彼よく喋って動いて、正直うるさい時もあるんですけども、あの喋りが意外と BGM になった時もする時もあるんで、ちょっと元気がない時に聞くと励まされるっていう感じですね。ただ、落ち着きたい時にはちょっとって感じ。うざいですね。あ、うざいと。うざいです。そこまで言いますか。いや、うざいです。あはわかりました。では続いては女性の方にインタビューしたいと思います。あ、そこのお姉さん、にゃんにゃん、ちょっと今インタビューよろしいですか。いいわよ。あ、とお姉さんいくつですか。お姉さんね、ちゃんちゃん、さんちゃん、さんちゃん、22歳です。22歳ですか。はい、今突撃フォルテアという、はい、インタビューしているんですが、はい、知ってます。あ、知ってご覧になってくださってますか。はい、いつもタピオカ紹介してますよね。してないです。好きです。ですね、今 YouTuber の僕フォルテさんという方の印象をお聞きしているんですが、はい、知っておられますか。知ってます。かっこいいですよね。あ、かっこいい。あ、そしてかわいい。かわいい。そしてなんか面白い。かわいい。はい、どういうところがかわいいとお思いになられますか。やっぱなんかタンクトップになって乳首が出るか出ないかのあの様子がかわいい。あ、ありがとうございます。はい、もう結構です。はい、失礼します。フォルテ君のインタビュー、大変面白いものでしたね。皆さん、ぜひフォルテ君チェックしてみてください。今夜はこちらで以上になります。おやすみなさい。皆さんに今日紹介する商品はこちら。ショパンの楽譜。こちらの楽譜、全部で26曲入っております。違うわ。わからんけど、何曲だったかな。26曲入っております。この26曲すべ、27曲入ってました。この27曲すべて弾くにはすごく大変な時間が労力が必要なんですけども、これを弾くとめちゃくちゃピアノ上手になるので、この楽譜ぜひぜひ買ってみてください。あ、熱い熱い熱いよ熱いよ。筋トレなどはやっぱり喉がゴクゴク乾いちゃうんだ。熱い。お母さん、お茶くれ。やっぱり僕はこれハミマのウーロン茶、とっても美味しいんだ。うん、このチャッパ最高。どこのチャッパ使ってんだろう。そう、中国4000年の歴史、ウーロン茶。こんな感じで僕も企業案件とか待っていますので、皆さんぜひぜひ僕に企業案件をください。僕がいいなと思った企業案件には積極的にやっていきたいなと思ってるので、皆さんお願いします。マッチョ、へっ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ウソマッチョ、マッチョ。
チョマチョマするもマチョ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 